リチャード・クロムウェルは、イングランドの政治家、五国教。新京都革命の指導者で、革命後に、イングランド共和国の五国教となった、オリバー・クロムウェルとエリザベス・バウチャー夫妻の三男。ヘンリー・クロムウェルの2位。1647年5月、リンカーン放送院に入ったが、放送院を出た後は、郷里で、ジェントリーとして暮らしていた。 20歳代の1654年から第一、介護国協議会で、ハンティンドン選挙区選出の議員となって、父を補佐し、翌1655年には貿易評議員に任命。1657年には、第二介護国協議会のケンブリッジ、大学選挙区選出の議員と、オックスフォード大学学長を兼任している。1658年に死去した父の後を継いで、 第2第護国境となったが、父ほどの器量や才能がなく、軍人としての経歴もないためニューモデル軍に背かれたことが政権を不安定にした。1659年1月27日に第3回護国境議会を召集し、支持勢力を当てにしたが、議会の共和主義勢力と組んだ軍から解散要求を出され、圧力に屈し4月22日に議会を解散した。 そして5月7日に軍が共和派と結託し、ランプ議会を復活させた後、リチャードは政権存続を諦め就任から8ヶ月経った5月25日で、五国共辞任を余儀なくされた。父の晩年から共和制は崩壊しつつあったが、若年かつ凡庸なリチャードが後を継いだことは、クロムウェル政権の崩壊をより促進させる結果となった。 オリバー・クロムウェルの首都リチャードの継承に関する布告。スコットランドでの出版物、1658年。辞任後は、父の部下チャールズ・フリートウッド、ジョン・ランバートと議会が争ったが、やがて彼らを排除したジョージ・マンクが、チャールズ二世をイングランドに迎え入れ1660年に王政復興を実現させると、報復を恐れて、同年7月に祭祀を残して、フランス王国に亡命する。 以後は名前を変えてパリで過ごしていたが、1680年、1681年頃にイングランドに帰国して、ハートフォードシャーのチェザントニー達人トマス・ペン・ジェリーの定格に身を寄せ、政界に関わらず、寄生を送った。1712年7月12日、満85歳で死去した。遺体は妻の故郷であるハーズリーにある教会に葬られた。 イングランドの指導者としての地位は一年も続かなかったが2012年にエリザベス2世が国王在位のまま86歳を迎えるまで英国史上最も長名だった統治者である1649年ハンプシャーのジェントリーの一人であるリチャード・メジャーの娘ドロシー・メジャーと結婚した1650年代に9人の子供を設けうち5人が成人したしかし 誰も子供を設けることがなかったので子孫はいない。ありがとうございます。